お元気ですか？入山明子です。FM チャッピーさんとのお付き合いは、実は一番最初のデビューホトトギスから、その当時は夢を宝をありがとう、そして二度目の番組はザンザ岬の時、入山明子の以心伝心、今回が三度目の登場です。コマーシャル動画を作っていただきました。どうぞご覧ください。ご機嫌いかがですか？歌も看護も心から、看護師から歌手に転身しました入山明子です。皆さん、毎週土曜日の午後1時半からお元気ですか？入山明子です。番組を持たせていただいて5月からスタートしました。お聞きいただいてますでしょうか？もうこの番組では半分看護師、半分歌手、歌もそして健康も皆さんにお届けしたいと思いながら進めている、そんな番組です。お元気ですか？入山明子です。もう何度も何度も出てきます。何しろ皆様と共に元気に過ごしたい、そして楽しく過ごしたい。歌はいつも私の心を慰めて癒してくれていました。皆様にとってもそんな思いもあるんじゃないかなと思っています。いつも皆様からリクエストをいただきながら思い出の曲も流しております。ぜひ皆様、この FM チャッピー、お元気ですか？入山明子です。私の番組も一つ皆様の、聞きたい、そんな番組に一緒に育ててほしいなと思います。よろしくお願いします。この番組は FM チャッピーさん、埼玉県西部地域にお住まいの皆様は 77.7MHz に合わせて、そしてその他の皆様はインターネットから FM チャッピーのホームページに聞くボタンがついております。そこをクリックしてお聞きいただけますので、ぜひご一緒してください。毎週土曜日午後1時半から30分間どうぞお付き合いください。入山明子でした。